革命的労働者協会は、社政道系の日本の震災抑止派の一つ。ここでは分裂以降の河老教主流派を扱う。1970年代、社政道解放派は、主流派と非主流派に分裂した。さらに1980年代以降、主流派から河老教反主流派が分裂し、激しい打ちゲーバーを行った。指導者は、チキラ忍など、 機関紙は解放。公然拠点は現代社。警察白書では極左暴力集団。マスコミは過激派と呼んでいる。1999年の分裂後、どちらも河老教を自称するが多数の故障がある。現代社、赤取り車両派は解放派全教のことを反解放派脱走グループ、反内級脱落グループ、反解放派差別主義グループ等と呼ぶ。 社制度解放派は、社制度解放派の基本思想を掲げながら、武装闘争を重視し、1990年代から赤取出社派と激しい打ち際を実施し、また多数のゲリラ事件を実施した。内乱、内戦勢力を自負する公然活動家は、集会デモでの動員数から100人弱と推測される。九州では一定の動員数を確保しており、やりや、 ドンキのように強化した旗竿に旗を掲げて、頻繁に企業や警察を同活しているが、関東方面などでは集会などの動員は10名から20名程度であることも珍しくない。公然活動家は、朝鮮史研究会、現代法研究会、社会思想研究会、部落解放研究会、障害者解放研究会、住民運動研究会などの団体も名乗っている。 国家権力、対立党派への軍事活動を担う、非公然部門として、革命軍が存在するが、2008年に、成田空港へ、金属弾を打ち込む、ゲリラ活動を行った以降は、活動が確認されていない。社政道解放派は、1977年に、川老教書記町内、下馬殺人事件で角丸派に殺害された、社政道解放派指導者の中原はじめの思想を、 掲げる中原はじめは論文で、社制度解放派の基本思想は1961年の解放ナンバー6批判、マルクス主義復権、プロレタリア世界革命と位置づけ、思想を支配階級によるブルジョア思想を没落する有産階級が労働者階級の側に立とうとして共産主義革命を抹殺する中間主義、プロレタリアートによる反逆である。 共産主義に分類し、革命的、マルクス主義により、世界革命に進むべき、とした。日本では、日本帝国主義が復活し、日本共産党は、右翼より見主義、大衆追随主義、角丸派、中核派、文途書派などは、中間主義として、共産主義の旗の奪還と、世界革命を主張した。二0二年、機関紙、解放は、木本派の、公領、 規約に対して、スターリン主義の美化、典型的な勝負る思想、反革命、などと批判した。革命的労働者協会は、1969年に結成された組織であるが、ここでは、川老協が同派と、老体派に分裂した以降の、いわゆる、狭間派について扱う。武装闘争の重要性を訴える、学生中心の潮流と労働者組織の建設を、 優先したい潮流の対立は分裂以前からあったが、それが表面化し始めるのは1975年6月24日、襲撃を受けてのことで、1976年の上、大野州裁判闘争の路線対立、角丸派による中原はじめ初期調査ツに対する報復方法、内部球団闘争の考え方の相違と、年々顕著となっていく。 その結果1980年9月15日に三里塚において、狭間派が対立関係にあった滝口派と殴り合いになったのを、機に、河老教及び社制度解放派の組織的分裂が決定的となった。1981年6月頃までには、学生グループ及び非合法闘争を行う革命軍に影響力を持つ長い刑事、狭間義明の狭間派と、 三別労働者組織に影響力を持つ滝口、高見らの労体派に完全に分裂。その際、狭間派は、現代社と革命的労働者協会を名乗ることを継承した。また、どちらにも組みしないまま、組織を離脱したメンバーも多数発生した。現代社を追われる形となった、労体派は後に、革命的労働者党建設を目指す、解放派全国協議会を結成することになる。 分裂直後に、老体派に組みした75人創造者、襲撃メンバーや、東水老組合員などの労働者活動家が、ハザマ派らの個人テロを受け負傷者を出すが、幸いにも相手の生命を奪うことはなかった。また、老体派は、ハザマ派のような、個人テロルという手段を用いた反撃ではなく、機関市場での攻撃に止まった。分裂によって弱体化したのを見た、警察当局は、 狭間派に対する大量逮捕を行い、やがて長いが、ついで狭間が逮捕され、指導部は大きなダメージを受けることとなった。老体派との分裂によって弱体化した狭間派は、多党派との共闘を目指すこととなった。もともと解放派の中には、1971年6月の全国全共闘の分裂の際に、 中核派並びに第四インター統一初期極派と激しく対立したという歴史ゆえに中核派と第四インターに対する反発がその後も根強く残っていたが老体派が第四インター統一初期極派などに政治的に接近したことに対抗して中核派や文と選挙派、法規派に接近することを試みることとなったこの結果成田闘争では 中核派と共に反対同盟北原派を支持することとなり、10.20成田現地闘争でも中核派と共同で成田空港への襲撃を行っている。その後、狭間、長井が出国するが、武闘派の狭間と大衆運動を重視する恩憲派の長井の間で対立が発生。1987年に北原派の農民の一部が、 中核派の引き回しに反発して、小川派を結成すると、中核派に同調した最高指導者、狭間、吉明を中心とする、狭間グループと、小川派に同情的なナンバー2の総務委員、長井刑事を中心とする、長井グループの対立が深まるが、長井が自分も被告の一員となっていた1973年9月の角丸派による神奈川大学野修の際に、 角丸派の金付き、清水が捕まって死亡した事件の後半で、北条秀樹の名を言ったことが、権力への売り渡しとして、指導部内で非難され、1988年1月に、長井刑事は除名される。だが、その後も、長井の影響力は組織内で残り、長井自身も個別オルグをして抵抗した。1989年2月5日の元軍事。 指導部の辻美希の死をめぐって、角丸派は、辻は長いグループだから臨地殺害されたと機関紙で宣伝。警察は自己批判を迫られ、発作的に飛び降り自殺したと発表した。狭間派は、機関紙で辻の追悼文を発表して、警察と角丸派に反論した。1989年6月25日にはついに、長井刑事が埼玉県川口市の自宅から拉致され、 同日茨城県牛久市の県道トンネル内で放置されたビニールシートにくるまれた寝袋の中に遺体で発見された解放派の歴史上初の同志殺しである。この事件で狭間派は機関死で長居を除名した事実と拉致したことを認める声明文を発表し、死という結果は目的としてはなかったとしつつも、 今回の事態の全責任は長いにあるという連合赤軍ですらやらなかった同志殺しの稲織りを行った。そして11月7日の北海道帯広市の列車内で狭間派の女性活動家の青田紀美子が包丁で腹を切って自殺した件が週刊新潮や角丸派によって彼女は長いグループで今回の同志殺しに絶望して自殺したと宣言されることとなった。 この後、樋口経営のスケらの旧長い派は、河老教から集団脱走した。1989年の昭和天皇法行をきっかけに、河老教は、90年天皇決戦と称して17件のテロゲリラ事件を引き起こした。河老教は、卑劣、悪質、凶悪な手段で一切容赦を与えず、無慈悲に敵権力を殲滅するとの宣言をし、 1990年11月1日に、警視庁独身両爆破事件で、警察官一人を殺害し、八人に重軽傷を負わせる。事件の代償は大きなもので、警察は、河老郷に対して、ありとあらゆる法令を駆使した徹底的な壊滅作戦を行、観行組織は大量検挙により弱体化した。1991年には、関西の前提組合員らが、 西原学を中心に西原グループとして分裂した。1996年には神奈川のグループが集団脱走し、狭間派の内部崩壊はエスカレートしていく一方だった。長い殺しは大きな衝撃を与え、人民新聞でも大きく取り上げられた。東アジア反日武装戦線の死刑囚の一人は、1日中、ショックが止まらなかったと書いた。 その後の中核派の角丸派に対するテロの放棄と大衆運動、労働運動、杉並選挙重視への路線転換、恩恵化によって路線転換を拒否する唯一の過激派の狭間派は政治的な孤立を深めていった。1999年5月、河老教の拠点であった明治大学で明大ゴスペル愛好会との闘争が激化した。明大ゴスペル愛公会は 韓国からの留学生が主体で、キリスト教原理主義の立場に立ち、政治的には、反響とシオニズム支持であった。川ワ卿教は、同愛好会を襲撃をするも帰り討ちに遭い、警察へ突き出されるなどの失態まで出すことになった。そこで、明大ゴスペル愛好会への対応をめぐり、闘争をやめて、事態の沈静化を図ろうとする恩憲派の山田茂げら、反主流派と、 徹底抗戦を主張する強硬派の狭間チキララ主流派が対立。以前から川老教内部でくすぶっていた現代社、常任幹部と全学連、寄せ場労働者などのメンバーの対立が表面化する。特に山田茂樹が個人の判断で勝手にゴスペル代表者と手打ちをしたことで、狭間ま、吉明の怒りを買い、杉並区高井戸の現代社での 反主流派へのサ門が始まった。その際山田ら反主流派は、川老郷内部での劣勢を立て直すため、密かに川老郷のシンボルである現代社の乗っ取り計画を、縦クーデターを画策した。社防隊が手薄となる、ゴールデンウィークに狙い定め実行するも失敗。反主流派は逆に外部へと放逐される形で、 追い出され、現在の台東区下屋の賃貸マンションに新拠点の赤取手社を置き、山田茂木をリーダーとして、川老教の分裂が決定的となった。主流派は、現代社派、狭間派、反主流派は、赤取手社派、山茂木派、木本派などとも呼ばれる。1999年6月4日、現代社派のテロ部隊が、山田茂木を襲撃。 全身打撲で瀕死の重傷を負わせる事件が発生。山田は現在もその後遺症により、単独での歩行に困難をきたしている。赤鳥出社派はこの襲撃を受け、さらなる襲撃に備えるために、明大学内サークル室に運ぶ伸縮式鉄パイプや特殊警棒、金属バット類を搬入した。が、それを理由に警察が家宅捜索に入り、8日、 中心メンバー17名が狂気準備集合罪で逮捕され、赤取手社派は危機的状況に陥る。ここで、現代社派は赤取手社派の手薄に乗じ、12日、明大駿河大の学生部隊に向け、現代社派は私服部隊で武装潜入をかけ、明大学生会館内の赤取手社派に握られていた河老教拠点の奪還を図るが未遂に終わる。 一連の現代社派の構成に対して、赤砦出社派は、山田襲撃を死を狙った者と断定して、無制限、無制約の革命的テロを宣言した。死を狙った者であれば、頭部のみを狙ったであろうから、山田に対する襲撃を、そのように断定することは、無理があると言うべきだろう。だが、赤取出社派をして、そのような過剰反応を引き起こし、 戦術的エスカレートを招いたのは、やはり1989年の解放派の歴史上初の同志殺しである長い刑事殺しの記憶があったというべきだろう。赤取出社派は6月13日、6.13、軍生命の中で現代社派との全面戦争を宣言し、無制限、無制約の革命的テロを宣言。山田は幹部とい、小沢らと巻き返しのための 革命軍を早速強化、早速全国で無制限、無制約の革命的テロを実行に移すこととなった。1999年7月、最大の学生拠点である明治大学は両派工房の主戦場となった。7月2日、まず赤取りで社派は、学内で同派にとっての目の上の単行部、求め大政教理事の現代社派の荻野の慶、ヒイニシエをターゲットとする。 小木野は、松戸市で出勤中のバイクを倒され、側頭部のみに、ハンマーで連打を浴びせられ、その場で絶命した。明らかに殺害目的のためのテロだった。7月21日、狭間派は7.2の報復として、神奈川大出身の赤鳥でハメンバー相川、一郎明治大学生協職員を襲撃し、相川は翌日絶命した。狭間派はこの人物を、 木本派を作りと山田をそそのかした正体不明の格乱分子と呼んだ。さらに、翌日現代社派は、派上攻撃を図り、7月22日に、明大生田キャンパスに再度、全国動員公前部隊を差し向ける。校内で、乗船を行うのを口実にして、学内の赤取り派拠点自治会ボックスなどを狙って、入校してきたのは、明白だった。狭間派は、 投敵用のてっぺん、青竹で襲撃しようとしたものの、赤砦派は直対応せず、学生部の出した退去命令に従い郊外に出る。ところが、現代派はそれに従わず、気がついてみれば、キャンパス内に自分らだけとなっていたため、入れ違いに突入してきた機動隊によって37名全員が、まんまと狂気準備集合罪と建造物侵入で逮捕、起訴されてしまい、 壊滅的打撃を受ける。ついでながら、なぜか事前に登場していた、角丸部隊も、乗船とは名乗っていたものの、真意は、学外に待機して手ぐすね引いている、機動隊に、両派をできるだけ、数多く逮捕させるための挑発を格作していただけの、ものに過ぎなかった。これを、はざ派は、7.22弾圧と命名し、この後何年間も機関士で、7.22と、 繰り返し部隊が釈放されるまで、恨み事を書き釣らねばならぬほど、この大量逮捕は大打撃となった。結局この不手際が従来、ハザマ派が拠点としてきた、明治大学キャンパスはじめ山谷に加え、さらにそれまで赤鳥出社派が存在せず、全国で唯一、ハザマ派の勢力圏となってきた福岡、九州大などでも、無人同然となったハザマ派の拠点へと、 赤取出社派が進出するきっかけとなった。この当時、狭間派は赤取出社派の個々のメンバーに対して自己批判の上での再結集を表面上は呼びかけた。相川一郎を殺害しておきながらこうした態度を取るのは不思議なことだが相川だけは例外というのが現代社派の姿勢だった。コスペルグループとの闘争で被告となっていた赤取出社派のメンバーが 自己批判して、現代社派に、合流、またもともと三律家、芝山連合空港反対同盟から、撤退局面にあった、厚田派に支援関係にあった赤取りで。一方の同同盟の北原派との共闘関係にある、狭間派は、北原派に断罪を迫り赤砦で社派との、共闘関係を断絶させ、赤砦で社派はその勢力は、現代社派に対して優位に立ちながら、三律家では、 原則的な申し合わせ、同盟の前では内側を持ち込まないを守り、消去法的に、成田では、カーロー教というと、狭間派、というシェーマが通用することになった。その後、赤鳥出社派は、佐賀大出身で、全学連書記長を務めた現代社派の森田、福岡県委員会議長を11月に襲撃して、殺害し、これを契機に、九州大や福岡の寄せ場に登場。 川老郷の拠点は三里塚原島以外、赤鳥出社廃止式に塗り替えられてしまう。2000年2月8日、福岡の赤鳥出社が現代社派の下馬部隊に襲われ、現地に派遣されて常駐していた福井大生、片岡敏和が殺害された。その翌朝、1000キロも離れた神奈川県真鶴町で、福岡での襲撃を実行した下馬部隊のキャップとサブが、 赤取出社派の追手によって、早々と殺害、重傷を負った。福井外星を殺害した部隊は、朝の犯行から、夕方まで、福岡市内で潜伏していたらしく、同様か、有国博多発東京行きの寝台特急にカップルを、装いこの二人は乗車していた。ところがこの時点ですでに赤取出社派は、この二人の補足に成功しており、そっと同じ列車に乗り込んでいた。 彼らを乗せた列車が、熱海駅に停車すると偽装のためか二人は下車し、上り在来線普通列車に乗り換える。そして二つ目の真鶴駅に到着した途端、追手の出馬傍聴で武装した赤鳥出車派による襲撃が列車内で始まり、囚人監視の中この二人は、滅多差しになる。この襲撃で、男性幹部のキャップ柿沼ただしは、駅のホームで絶命。 同行の女性幹部、後藤あざ美も失血し寸前となるが、周囲の懸命の配慮により、一命を取りやめる。赤取り出車派部隊は、真鶴駅先に逃走用車両を用意しており、犯行後に改札口を飛び越して逃げてきた彼らを回収して姿を消した。これまで、出馬傍聴が、内下馬で使用する武器として用いられたことは、対角丸をも含めて一度もなかった。 相手の現代社派には大きな衝撃を与えることとなった。このように赤取手社派が武器のレベルアップに踏み切ったことは直ちに現代社派にも採用されることとなった。2000年8月30日朝の通勤ラッシュで混み合ううぐいすだに駅東口を降り立った赤取手社派の女性メンバーリーダー格、明大正教従業員組合書記長、片山美恵子が マスク姿の現代者派部隊に襲われ、囚人監視の中で全身を滅多雑しにされ、即死。犯行を終えた襲撃者らは、改札口を飛び越えて離脱、待ち受けていた盗難車に乗って、行方をくらました。襲撃者らの武器は、小型デバ傍聴や、クリコ型のだった。致命傷となったのは肋骨に逆らわないよう、歯を横にして、彼女の心臓にまで達するようデバを突き立てた。 ものだったたと報じられたこの手段を選ばない犯行、血の海となって残された犯行現場の無ごたらしさに駆けつけた下屋警察署の警察官も言葉を失ったという。現代社派、赤取出社派の対立が激化し、明大政教職員が二人も殺害されるという結果が生じたため、大学の対外的イメージの悪化を恐れた大学側は片山美恵子の殺害事件が 新聞沙汰となる中で遅ればせながら強行策に転じる。これまでの赤取出社派との共存を放棄、双方が殺人の応酬をしており、事実狂気類も応酬されるなど、キャンパス全体を生命の危険から守るため、やむを得ずとの大義名分を獲得する。そして公然と突き出されてきたのが、警察、ガードマンによる赤取出社派を先頭とした。 審査翼系活動家の学内からの締め出し、徹底した入校禁止、さらに、政教解体に大学演祭中止といった対側老教施策を次々と打ち出した。駿河大キャンパスでは、門や扉にオープンな敷地構造だけに通行人にも見える位置に、明大当局の名で、これら以下のものらは本学生ではなく、 両派の命題担当らしき人物の本名が羅列されたビラが張り巡らされた。曰く立ち入った場合は、直ちに法的措置となる胸の警告文があちこちに最後通告として掲示される。これらの措置によって命題当局狭間派の指摘である赤でシ社派の活動拠点は奪われ、資金源となっていた政協、自治会費からのみかじめ料収入が全面的に断絶される。 この措置により赤取り派だけでなく河老教にとっての近所統治イコール命題は永遠に失われてしまい、全体的にも両派は深刻な打撃を受けた。現在に至るも河老教両派は明治大学から完全に締め出されている状態が続いている。こうした生産で絶滅戦と語られた深刻な事件が続くものの一進一退は続き、両者の労働者拠点学生拠点は、 次第に追い詰められていく。そうした中、2001年2月16日朝の出勤時間、相模原にある赤取出社派活動家宅を、公安市副部隊が徹夜で監視していた目の前で、現代社派の襲撃部隊を乗せた番が現れ、乗っていた4名全員が、狂気車両もろとも一網打人にあってしまう。この未然逮捕は、警察が前年の片山殺害への報復として起きた。 現代社派さん現役老組公成員への殺害を受けて現代社派が必ず投下報復に出ると予測し山田派老組幹部部分への隠密裏監視を行っていたため成功した。結局、この逮捕により赤鳥出社派優勢が決定的となり、さらに同年12月8日の狭間の病死を受けて現代社派へのテロは収束したかのように見え、これ以降3年間内ではは起こらなかった。 赤取出社派の矛先もイラク派兵への、飛翔弾ゲリラ、次元式発火装置など、体験力ゲリラへと大きくシフトしていった。内下羽戦争終結か、と思われたその矢先の2004年6月2日、東京ミノワのマンションにある赤取出社派アジトを出てきた3名のメンバーが、現代社派、テロ部隊の待ち伏せ攻撃を受ける。早朝。 通学の小学生の前で、出馬傍聴や、ハンマーなどによる襲撃で、逃げ遅れた、千葉大生の、井原自然学連委員長、駒沢大生の小山元全学連書記長の2名が、出血多量のためその場で絶命。学生運動中数メンバーの殺害ということで、同組織は、混乱に陥った。この事件に対し、赤鳥出社派の対応は小さく、悲観史上で、 今度来たら死人の山となると発表した。これは読み方によっては、報復を自分の側からはしないとの宣言にも受け取れ、事実現在も現代社派には歩行を収めたままでいる。また現代社派からの再度の内毛羽襲撃も今の時点まで起こっていない。結局、両派の内毛羽は99年5月両派の分裂以降、これまでに14件発生し、赤取り出社派が5人。 現代者側が5人、合計10人が死亡した。特徴的なのは、小型のデバー包丁が主要な凶器として登場しており、コンパクトな割には必殺の攻撃力も望めるらしく、警察が職務質問をかけたら、両派とも防衛用に携帯していたという角での未然の逮捕例が複数ある。現時点では、現代社系の学生活動家が拠点としている大学は、 九州大学のみである。全学連の現委員長の出身大学も九州大学であり、学内において若干の影響力を有しているものと推測される。ただし機関市場においても大学における全学連の活動はほとんど報じられていない。全学連の大会は三里塚で行われており、最大拠点であった明治大学では完全に学外へと駆逐されている。他には、 全少年九州ブロックが参加の公善団体として活動している。ありがとうございます。